おはようございます。夢人の夢人による夢人のための情報番組、土曜朝の気分は上目、百瀬ひなです。カムイのヒューラです。よろしくお願いします。はい、ということでついにですね、6月1日、6月になりました。お願いしました。はい、雨が、はい、雨、雨、まあ、ずっと雨ないけど、いや、うん、雨、降れ降れもっと降れ、いらないです撮影裏話として、はいはいはい、あの、このね、うん、YouTube の撮影日、そう、8割方雨です。本当に雨女です。ザ雨女です。超雨女。なんか私初回からザザザぶりやったもんな。ザザぶりで髪の毛かからないんだけど、ほんまびっくりした。もうね、なんかもう私の周り結構雨女が多くて、もう全員集結した。もうあれやん、なんか干ばつで苦しんでる国行ってこいよ。行ってあげたい。いくらでも呼べるみたいな。でもなんか雨女と雨女合流したら晴れ女になるっていうことは、だからマイナスかけるマイナスはプラスになるみたいな。そういうことです。うわ、連れてこいよ。ほんまに連れてきた。でもマイナスが溢れるとやっぱりマイナス。何やそれっていうことはあって。なるほど。なんかもう雨、これから雨嫌やなと思って毎回雨なんて変わらなかったですね。何やなかった。なんじゃ。でもそんな季節ですね。はいはい、まあ、はい、あの6月1日なんで、さてどんな日かっていう前に一個だけ言っときたいことがあって、映画の日です。6月1日は映画の日？まあまあ1日が あのね、あ、そうや。そうです。そうです。映画館行ったら映画の日やから安くなる日や。はいはい、映画見ないと今日は。ぜひ見てください。映画館に行きましょうみんなで。はい。はい、が1個あるんですけど、はい、どんな日なんでしょうか。はい、百瀬ひなの今日は何の日。はい、防災の日、うん、防災用品点検の日でございます。はいはいはい、うん、1923年、大正12年の9月1日に関東大震災が発生しまして、はいはい、うん、まあ、この日のことを忘れることなく災害に備えようということで、うん、9月1日が本来の防災の日として、はい、さ制定されて、まあ、その1週間がね、防災週間になるんですけども、はいはい、防災用品点検の日っていうものも制定されて、これが季節の変わり目となる3月1日、6月1日、で9月1日、12月1日の年4回行いましょうっていうところで制定されて、今日が一応防災の日と防災用品点検の日となっております。あれですね、あの3のつく日じゃなくて3の倍数やから、3の倍数で3のつく日じゃないじゃないですよ。知ってるかなみんな。分かれへんわもうこれ。絶対分かれへんと分かれへんから、これあの3って言いますとかで言い出すから、世界の鍋やつ絶対若い子分かれへんから、もう3って言いながら点検するのかな。桂三度さんですから。そうそう、ね、はい、まあ、でもね、最近もまだちらほらずっとあるのでね、はいはい、いろいろ、ね、いや、もう本当にね、日本は災害国ですから、うん、ね、点検するに越したことないですし、本当にチェックすることはね、うん、いいことやし、その備蓄のものも使えるものを備蓄しとけばね、言いますよね、この入れ替え制って、我が家もやってるので、うんうん、うん、やってるのか、やってる。親がもうちょっと危ないよねって言って、うんうんうん、だからちょっとずつ、うん、なんか食べられるものやったら1年とかできるから、はいはいはい、こう入れ替え制でやっていこうって言って今備蓄やっております。うん、私はそうなんや言いながら、うん、一緒に確認できるとこだけやっております。はい、はい、そしてもう一つ、はい、チューインガムの日。チューインガム、うん、懐かしいな。懐かしいな。チューインガム、チューインガム知ってます？聞いたことはあるよね。聞いたことある、あの見たことある、聞いたことある。だからそれをチューインガムと言うんや。あ、なるほどなるほど。ガムって思ってるから、うんうんうん、ガムとチューインガム、チューイングっていうのが噛むってことね、うんうん、だから一緒なのか違うのかみたいなところは、だからガムを噛むっていう、それだけのことなんですよ、うん、噛むガムってこと。そうそう、噛むガムっていう、うん、そういうことなんですけど、あの要は日本人の子供ってそのカルシウム不足やなんやとかって言われてたり、うんうん、その歯をね、健康に保つとかっていう意味で、うん、よく噛んだ方がいいっていうので、なるほどね、あの顎を強くするために噛むっていうのでチューインガム、うんうん、でまあ、アメリカ人がよくくっちゃくっちゃってやってるやん、うん、あれから来てるのは来てるんですけどね、うん、なんか集中力も高まるとか言うよね、野球選手とか。だからあの授業中にね、ガム噛んだら怒られるっていうのが日本なんですけど、うん、アメリカは授業中にガム噛んで、あ、お前集中力高めてるんだなって褒められちゃう、うん、この差がすごい。それがでもちゃんと周知されてたらいけるかもしれないですね。そう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 、まあ、そういうことが
一つもありますね。平安時代に、平安時代の元日と6月1日に餅などの硬いものを食べて健康と長寿を祈る歯固めの風習があったことが由来で、でその記念日は調印鑑を通じて噛むことの大切さを考えてもらうことが目的で設置されました、まあ、さっきも言った通り、あの集中力とか脳の血液が増えて脳細胞の発達に良い影響があったり、唾液がたくさん分泌されるので消化を助ける働きもあるみたいな、だから子供だけじゃなくてね、大人もみんなもちろん大事なものでございます。これ1994年に制定されたそうですよ。平成6年、はいはいはい、そうでございます。はい、その時はあれですね、板ガム、板ガム、板ガムがメイン、板ガムがメイン。今はほらなんか四角いタブレット状のやつね、ボトルに入ってるね、クシャクシャ言ってる感じ。なんかのブルーベリーはよく食べてたけど、あー、はい、板ガムね、味が美味しかった、はい、美味しかった。これはあの、まあ、昔あの会社員で、あの通勤電車の通勤してたんで、その時はあのクールミントガムでした。あ、もう目覚まさないと。そうそうそう。もうこんな感じでこうってなって、ほんまにあの俺どの会社も大体徹夜するぐらいの勢いの仕事ばかりやった。帰りも。広告会社もそうやし、あのフィットネスクラブのせいでもうどっかしてるけど、夜中まで仕事やってる。なんやかんや長いこと頑張ってた。そうそうそう、だからチューインガムで目覚ますね。大事です、はい、やってました。はい、そんな日が6月1日でございます。はい、はい、ありがとうございました。さあ、それじゃあ行きますよ、シネマどんぶりということで、中之島映画祭優秀作品パート2です。はい、ということで西野さんお願いします。はい、ということで、西野さんまたよろしくお願いいたします。はい、パート2でございます、はい、さあパート何本までいくんでしょう。いけるかな俺らほんまね、終わんのかなこれみたいな話なんですが、はい、今日は、はい、まずは今日は、はい、心骨、心骨きました、うん、深い骨と書きます。そうですね、はい、瀬須田智一郎監督の作品で、はい、30分という作品でした、うん、はい、あの骨の標本を大好きというか愛している生物教師と、で夏休みだけやってくる、高校生活を送れなかった女の人が、夏休みだけ、ね、あのセーラー服というか学生服を着てやってくる、で学校に来て、でそれを気にした女性教師とこの3人の話なんですね、でまたこの生物教師がすごい個性的でして、あの演じてるのは、根津茂久さんという人なんですけども、本当骨が好き骨を深く愛している、あの好きな人は当然のように骨にしたいとかなり危ない、危ないですね、はい、あの先生なんですけども、それと先ほど言った、あの高校生活を送れなかった女の子が、なんか何ていうのかな、その色子じゃなくてなんか興味を持って二人だけしていって、そこで骨格標本を作っていく、でそれを不安そうに見る女性教師で、骨っていうのは生物の基本ですよね、でこれテーマがですね、多分人間の、本心というか、基本というか、そういうのが骨だと、でそれに対して肉がついていって人間になっていく、これ精神も一緒だなって、で少女からしたら自分の本当の精神というか自分の中に何があるんだろうっていう疑問、それからそれを標本を作っていく中で感じていく、でさらにそれで満足できなくなるんですよね、やっぱり生きていって肉をつけていって人間にちゃんとした生物になりたい、なんかそういう気持ちをうまいことこの骨っていうのを選んで描いてる作品なんです。だからすごいね、その若い子の精神的な、悩みっていうのは具体的に悩みが出るわけじゃないんですけど、何気ない不安であったりとかで、自分の本質って一体何って自分でもわからない人たちがすごく増えてると思うんですよね、でそれに向かって
の人たちにある意味答えではないんですけども、その姿を見せてくれるっていうのですごく面白かったです。だから優秀作品になったと思いますし、でそれだけで終わらないっていうのがまたいいんですよ。あ、ちょっと俺ダビンチュー俺ね、もう今なんて言うとしてたか知ってる、浜村修也浜村淳じゃなくて浜村修也やな、いやでもね、まず一番大事なところが、その夏休みの学校って誰もいないんですよ、うん、基本的にね。でいないんだけど、先生が2人だけ出勤してるんですよ、なんでか、うん、でそのなんで出勤してんねんって言って、1人の生物教師の方は骨格標本ってね、うん、どうやって作ると思う、骨格標本、うん、どうやって作る、人間の、うん、いろんな、うん、動物の、動物の、どうやって作ると、生きたやつ、うんうん、死んでるよ、生きたやつ、エイってしたやつ、いや、エイとは しなくて、要は死骸なの、あ、死骸、遺体が手に入って、まあ、わざわざこうしたでしょ、それをまず皮そいでさ、で、肉にした状態で煮込むよ、で、この、要は肉をほどいていくわけ、取っていくわけ、ピンセットで細かいの取っていくわけ、で取っていった結果残る骨を一本一本干して、あ、乾燥させて、乾燥させてもう一回つける、そうっていう作業をするのにものすごい匂いが臭い、うん、もう想像しただけで、うん、すんごい臭い、うん、でそ経験しました、いや、うん、俺してへんで、そのすんごい臭いから苦情出るよ言うて、その女の先生が怒ってくるんだけど、うん、逆にそこにその高校生活送れなかったんで最初わかんないよね、普通に学生服着たはるから、初め女子高生がおると思ってたら、あ、女子高生じゃない、あ、後でわかるんですよ、違うんやいうこと、でもその子が何でか知らんけど、その友達がいる学校には来れない、うん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 、でも友達がいない学校には来たい、うん、で来たらその先生だけが相手してくれる、女性教師、うん、でところがそのくっさいのやってる、何してんのこのおっちゃんと思って近づいていったら、なんかおもろいことやってるやん、あっていうので、だん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 距離が近づいていく、でそれを危ういんじゃないかなと思ってずっと見守ってる女性の教師がいて、あ、まあ実はいろいろっていうところもあんねんけど、そうなんですよね。で実はね、これね、監督がメッセージで、ビデオメッセージで言ってありましたけど、はい、来れなかったんで、そのビデオメッセージで言ってあったんですけど、うん、実際にモデルがいらっしゃるらしいですね、うん、本当にいたんですって、うん、でその人を見てこの人おもろいなと思って、うんうん、でその人をモデルにしたお話を作ろうということで作ったものをお話だそうですね、うん、じゃあちょっと半実話みたいな、まあ、実話では多分ないと思います、うん、物語としてちゃんと作ってあるんだけど、うん、その先生が骨についてものすごい知識があって、うん、その知識がめちゃめちゃ面白いらしいんですよ、うん、でこの骨がどうでねって、その骨にまつわるお話とかだけでも面白いし、うんうん、例えば人間にはあって動物にはないものとか、うんうんうん、動物にはあって人間にはない骨って何か分かりますとか、いろいろあるね、面白いと思う、そういうのをなんていうのかな、人間関係に例えたりとかしはるのよ、それがまた面白かったですよね、でそこに、まあ、女子生徒も惹かれるんだけど、まあ、結果彼女は何を見つけていくのかみたいなところが最終的に描かれていくっていうお話になってるんですよね、はい、いや本当ね、30分という、まあ、短い作品なんですけど、うん、まあ、深い骨、深いテーマがあるなっていうのをすごく感じましたね、うんうん、まあね、やっぱり骨ってね、こう分かりやすい、その例えばこの肩の、ね、肩甲骨なんかは外からも触ろうと思って触れるね、うん、でももっとその内側にあるやつとかもう触りようがないよ、うん、だからそういう骨っていうものが要は人間に例え、人間の心に例えるとっていう話もあるわけですよ、うん、なるほど、まあ、いろんなことがね、はい、かけられて心骨、うん、作品でした、はいはい、ね、その女子高生ではないっていうのが分かっちゃうんですが、うん、宮原莉乃さんがもうすごい魅力的な感じ、いやー、いい演技してましたね、はいはい、僕個人的には女子教師の安川真理さんが、はいはい、素敵な人やな、あ、
あ、やっぱり、やっぱりそっちですか。あ、だってあのすごく優しいし、あの本当あの女子あの教師として生徒のことを大事に思えて、それでいてあの決してこう真面目というか、あの生真面目じゃなくて、あの優しさを含めた、そういうキャラがすごく素敵ね。で3人ともね本当面白いキャラなんで、そこがすごい魅力だったなと思ってます。はいはい、はいはい、で続きまして、はい、隣のサンデー、はい、道川内総監督の作品です、はい、来ました。あの道川内監督もこの作品が初めての監督ということで、あのしかも主演ですね。そう主演です。すごい多いですよね今回ね。そうですね、やっぱり自主映画だからこそできるっていうのはあると思うんですよ。自分が作りたいテーマを、うん、自ら監督で、あの役者さんやってる人なんかやったら自らやりたいっていう、うんうん、でなかなかねこのあの一般映画ではそこまでは難しいけど、うん、自主映画ならそれができちゃう、うん、それだけにねこの隣のサウンドもうその主役の感情っていうのがものすごくぶつかってくるんですよ。絵にぶつかってきて、うん、それがダーッと正面から来るから、うん、もうそれを受け止めるとうわーっと、うん、心が動いてしまう。本当はあのすごくねある意味ある荒削りなんですけど、うんうん、それはもう強い思いがあって、うんうん、でそれをこう感じさせてくれるっていった意味では本当に大好きな作品でした。まあ、これね、仲良し3人組というか、男子2人女子1人の仲良し3人組なんですけど、うんうん、でこの男の子がもう親友同士なんですよ、うん、すんごい仲いいんですよ昔から、うん、であの昔からお前はそんなやつだなあはあとかって言いながら、うん、あの夜になったらあの花火上げに行こうぜっつってなんか花火失敗してスカってるやんけお前みたいなんでなんだよとかって怒ったりとか、うん、なんかそのしょうもないことで笑い合ってるっていう、うん、その学生時代からの友達が就職して、でしかもその3人のうちの その女の子とあの結婚しちゃう主人公みたいなのがいて、でこの一人になっちゃうんですよね、うん、でこの彼がっていう話があってですね、このそれの隣の、そうなんですよね。だからそのこれ言っていいの、これ言ったら早いんですよ。いや言っていい、いや言っていい、言っていいよね、言っていいよ、いいそうそうそう。であのこの一人になった友達の方が、うん、まあ別にあのこの2人が結婚したからじゃないんだよ、うん、じゃなくてあの仕事のこととかいろんなことがあって、うん、自殺しちゃうんです。あらまあ、自殺しちゃうんです。でそれがこの親友である彼にとってまあ気持ちとしては許せない、うん、許せないというかそのなんで俺に相談してくれなかったんやとか、うん、いろんなことがね、うん、ものすごいあって、そうだそうだね、でその亡くなる実施される直前に1回連絡があるんですけど、 それをちょっと何かの都合で出なかった。余計だから何ちゅうのか悔しさというか、あの言うのを感じてしまうっていう、そしてこれが実は実話に基づいてる。そう、監督自身、監督自身のそれは余計に、そうなんです。だから本当もうその気持ちっていうのがダーンとストレートに出てくるんで、まあ、だから自分自身の話をモデルにして描いてるだけに、うん、それを受け止める相手役のね、うん、まあ、その友達役にしてもそうだし、奥さん役にしてもそうだし、もうなかなか受け止めるのが大変というか、うん、見てる方も僕ドーンってくるのね、そう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 、おーっていうのを受け止めるっていうところがすごい大変っちゃ大変なんですけど、まあ、その分ものすごい感じるものはある。で、その自死してしまうその友達をやっている、うん、小原沢亮介さんの笑顔がね、すっごい魅力的なんですよ。もうすっごい魅力的で、それでその表情をしてるのに、っていうのももちろんあるし、で一切その、なんで死んだかなんかは全然ないんですけど、うん、ただ死んだ、亡くなったっていうショック感が、うん、もうその笑顔があるだけに余計くるんですよね、はい、で素敵なのがその主人公 その彼女が、うん、まあ、3人おる1人の女性なんですけど、うん、この人がまた魅力的なの、うん、すごく
使ってくれるし、うん、でそれでいて叱ってもくれるし、うん、すごい愛してはるなっていうのを、うん、ものすごい見て、こう理想の女性像が、いや、まあ、だからこれはね、男が考える理想の女性像、だから女の人からしたら、おいおいと思うことあるかもしれないですよ、やりすぎやろってなるかもしれない、お前甘えんねんよ、これみたいな、いやでも母親ちゃうねんぞみたいな感じはあるんですけど、はい、なるほどね、まあね、監督実体験だっていう当時、あのね、あの、そうですね、その時はその彼女に支えてもらったっていうのをすごく感謝してるっていうおっしゃってましたし、そういった意味では、あの本当3人とも、あの魅力的というか、うん、あのまま見てしまうキャラなので、いや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 、浸っとんがおっさん、おっさん浸ってるやん。いや、もう、うん、もうあの本当ね、いや、あなたはね、かなり思い入れのあった作品でね、これね、まあ、で僕はね、当日は当然、はい、受付とかそっちの方があるから、うん、大画面で見れてないんですよ。ね、そうね、そうね、だから見たいんですよね、大画面で。そっか、その予選というか選ぶためにちょっと見てた映像でしか見れてないですもんね。そう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 、うん、だから本当ぜひ劇場、まあ、ちょっと42分っていう、まあ、短いんですよね、短い作品なので、はいはい、これ単独でっていうのはなかなか難しいかもしれないですけど、うんうん、どっかの劇場、まあ、大阪できたら大阪で見たいなと思ってるんでまたその情報入ったらあのまたご紹介させていただきますので、はい、はいはい、ぜひあの隣のはい、よろしくお願いします、はい、ということで、もう次のやつがあるからね、今日はここまで、今日ここまで、ああそう、今日ここまでね、あそう、はい、あのもう一人待ってるから、あそうだ、もう一人待ってるから、はい、はい、ということで、中之島映画祭の優秀作品賞パート2でございました、来週がパート3になります、はい、はい、ただ3になるんですけど、来週はネタあるの、あネタあるから、うん、あの1本ずつかな、1本ずつかもしれない、あそう、はいはい、そうそう、まだまだ楽しめますね、はい、中之島映画祭、まだまだ中之島映画祭しがむよ俺は、多分年内ずっとしがめるかもしれない、最後までめぐってるからねまだいけますね、はい、ということで、シネマどんぶりで中之島映画祭優秀作品賞パート2でした、ありがとうございました、はい、ということで次がですね、はい、来ました、スピーチ企画でございます、 I'll be back ですか、 I'll be back ですよ言うんかなほんまに言うんかななんですけど諸事情があってまたしてもズームで、はい、事前収録をご覧いただくという形になってます、はい、一応僕が今の時点で聞いてる話では、中島家のフィリピン料理報告らしいです、はい、フィリピン料理、はい、フィリピン料理の報告をしてくれるそうなので、いいですね、はい、大阪にもあれやろ、ね、フィリピン料理の店、うん、どこやったっけ、長堀橋さんになんかあるらしいんですけど、まあ、どんな料理が出てくるのか、フィリピン料理ってのがいいんですよ、できんやん、いやでもなんとなくちょっとエスニックそう、まあ、なんかご飯大好き、あそうなんや、うん、でカップラーメンはシーフードヌードルが好きらしい、エスニック系の味じゃなくて、うん、シーフードヌードル、普通のラーメンとかカレーラーメンとかあかんけど、シーフードヌードルが良くて、お土産にシーフードヌードル買って帰ったらめっちゃ喜ばれるらしい、だいぶ俺喋ってるかもしれんけどごめんな、はい、ということで中島幸翔の今月の研究発表でございますはい、行きましょう、せーのドン、皆様おはようございます、でございます、ご紹介しております、本日はですね、私フィリピン料理について、ちょっとご紹介をさせていただきたいと思いまして、フィリピン料理といってもですね、皆さんあんまりピンとこないと思うんですが、実は日本にはですね30万人ぐらい、フィリピン人の方が住んでいて、結構な数の方がいるんですよ。ただ例えばベトナム料理とかブラジル料理とか中華料理とか、いろんなネパール料理とかカレー屋さんですねっていうのを結構皆さん見たことあると思いますし、実際に食べられる方もいると思うんですけど、フィリピン料理ってあんまり食べたことないのかなと思って、で、そういったことをですね、ちょっとでも紹介できたらいいなと思いまして、今日は紹介させていただきます、はい、では画像の方をどうぞ、はい、でこれ今ですね、私の妻がフィリピン
人の妻なので、まあ、妻本当に料理が得意でですね、家庭で結構我が家フィリピン料理が出てくるんですけど、まあ、これはミヌードというですね、トマトベースのスープとかソースにですね、まあ、こうやって豚肉とかをいっぱい入れて煮込んでいたりとか、まあ、次の写真はですね、まあ、これもですね、まあ、たくさんこうやって具材が入っていて、で結構ソーセージとか、まあ、ウインナーですねとか、まあ、豚肉が入っていて、フィリピン料理って皆さんイメージないと思うんですけど、結構豚肉をゴロゴロと使った料理がすごい多くてですね、でこれからの季節、フィリピン常夏の国なので、夏とかにフィリピン料理食べると結構夏バテしなかったりしたりします。で続きの写真がですね、でこれはカレカレというですね、カレーライスではなくカレカレという料理なんですけど、まあ、この料理はですね、ココナッツが入っていたりして、まあ、フィリピン結構やっぱりココナッツの国ということでココナッツを入っている料理も多かったりとかですね、で具材も結構こうぶつ切りというか、パンチが効いている感じでありまして、次はですね、まあ、味噌汁のような、日本でいうと味噌汁のような、これシニガンという料理なんですけど、木の実をですね、潰してから、まあ、スープを作るっていうものがあるんですけど、結構酸っぱいスープ でこれもゴロゴロっとこんな風に具材が入っています。続きはですね、次のスライドがで、これなんだと、まあ、ちょっとなんか食べかけみたいな感じですけど、これちょっと電子レンジでチンをしたら爆発してしまったんですけど、これなんと豚の血で煮込んだ豚肉料理です。なのでフィリピン本当に豚肉が今多いと説明したんですが、本当に頭の先から尻尾まで、食べないところはもう骨だけというぐらいですね、血までこう使って食べる料理が多いんですね。で次の写真が、はい、これ結構フィリピン料理の中でも超レアで、多分日本のフィリピンレストランに行ってもどこでも食べられないような料理なんですけど、これ米とですね、魚をですね7日間発酵させるっていう料理がありまして、これ発酵させる前の写真なんですけど、発酵させてどんな味なんだろうと思ったら、チーズリゾットみたいな味がしています。発酵してるんでしょうかね。で次の写真が、はい、これ皆さん何か分かりますか。これ結構日本の方もおなじみの料理なんですけど、ハロハロですね。ハロハロ、日本の某コンビニさんでハロハロも今の季節から売り出してますが、実はハロハロってフィリピンの料理なんです。でこのハロハロってなんか可愛らしい名前のネーミングなんですけど、ハロハロっていう意味がですね、実は混ぜるっていう意味でして、次の写真を見ていただくと、これ妻の手なんですけど、妻がですねハロハロをこう一生懸命ハロハロしてくれる、要するに混ぜてくれて、まあ、こんな形で混ぜて食べるっていう、料理になってます。まあ、料理というかデザートですね。で次の写真が、これがフィリピンのプリンです。これも我が家で手作りでして、まあ、フィリピンのプリンなんかもあって結構デザートも充実している感じになっています。まあ、これがフィリピン料理になるんですけど、まあ、やっぱりですねフィリピン料理と聞くとどうしてもですね、日本にもたくさんあるんですよ。特に僕が住んでいる愛知県名古屋なんかはフィリピンの方がいっぱいいるので、フィリピンレストランいっぱいあるんですけど、どうしてもですね日本人の人が入りにくい雰囲気があるんですね。あまり日本人の人を非常に、まあ、商売してないというかなんですけど、でもその中でも日本人が訪れるとですね、結構フィリピン行ったことあるのとか声かけられたりとか、ちょっと興味があるんですって言ったら結構丁寧にですね教えてくれたりとか喜んでくださったりする方も多いので、まあ、フィリピン料理に限らず、なかなかね今円安で海外に行くっていうのは難しいんですけど、まあ、違う国の外国の料理をですね食べてからそういった国を学ぶということも、まあ、いいんじゃないかなというふうに思いました。で今月のですね研究成果、研究のまとめなんですが、フィリピン料理はほどほどにということで、よいしょ、これはこんだけ美味しいって言ってるのはなぜかというとですね、フィリピン料理かなりコレステロール高いのですごい太ってしまうんですね。はい、なので我が家はたまにフィリピン料理で大体和食です。はい、ということで皆さんまた来月会いましょう。 I'll be back、 またね。お腹すいたな。お前やわ。皆さんお近くのフィリピン料理屋さん探して、食べに行ってみてください。同じ目にあるかな。あるかな。中島家独特やったらちょっとね、家庭料理すぎたらもうないかもしれんね。だからあれちゃう、ちょっと映像見せてさ、これやってみたいな。ちょっとアレンジしてとか。
ありかもしれない、いいかもしれないですね、はいはい、ぜひ皆さん楽しんでみてください。はい、はい、それではいきます。夢人情報でございます。はい、はい、ひなの夢人情報はですね、はい、うん、ライブ情報はちょっと直近ではわからないんですけれども、うん、7月に、うん、またあの前回同様なんですけど踊ってみたの情報にはなるんですけれども、おい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 、7月に2本踊ってみたのライブに出演させていただきます。はいはい、はい、1つ目がですね、うん、皆さんラブライブってご存知ですか？おー、知ってます、知ってます、知ってます、はい、ラブライブっていうね、あのアニメがあるんですけども、その今も4期まであるのかな、うん、最新が、うん、そのラブライブ全部のユニット、うん、はい、各ユニット、うん、3人ずつのユニットがあるんですけど、うん、そのユニットごとのライブっていうものがございまして、うん、一部二部制で、うん、一部がミューズとアクアかな、うん、っていう感じであるんですけど、私がミューズの園田海ちゃんのコスプレしまして、うん、なのでリリー・ホワイトのユニットでライブをさせていただきます。うんうん、もおじさん全然分かってないからね、うん、もう置いていっていいから、うん、置いていっていいから置いていきます。大丈夫、私も全然知らなくて見たことなくて、うん、でもこうちょっといろいろきっかけがあって、うん、その園田海ちゃんのコスプレをして踊るっていう機会があって、うん、そこから、まあ、ミューズは制覇しました、うん、まあ、そこからちょっとわからなくなって、うん、大事なところだけ見たり曲だけ聴いたりとかするんですけども、はい、そのリリーフォアのグループとして出演をさせていただくんですけども、うん、まあ、ユニットもあったりなんやがやったりとかするそうなので、うん、もし、まあ、知ってる方は、うん、そしてコスプレっていうのを、うん、まあ、見たりとか好きな方はぜひ遊びに来てほしいなと思います。はい、こちらの七夕の日にございまして、7月7日日曜日でございます、はい、時間昼ぐらいかな、うん、でもう一本が、うん、いろんなこうコピーユニットのグループさんが出るイベントなんですけども、うん、指原莉乃さんのプロデュースしている Not Equal Me っていうグループさんがいるんですけれども、ね、はいはい、そのグループのコピーをして踊るというイベントのグループでさせていただきます。はいはいはい、なのでアイドルちゃんのコピーなので、まあ、2本とも私自身で出ることはないんですけれども、そういうこともやってるよっていうものをね、うん、はい、知ってもらえたらなと思っておりますので、はい、気になった方は、うん、あの百瀬ひなのところから検索しても一切情報は出ないの で、 そうです、ね、はい、名前が違うので、はい、ちょっと気になるんで何たいねんな情報教えてくれっていう方いましたら、うん、あの DM ください、はい、返します。 X の DM くれたらあの情報全部流すんで、はい、あのこの、番組のコメントつけられてもあの流さなあかんのでダイレクトに言ってください。そこに載せてもらっても見てるんで別にあの面白そうだねっていうコメントでも全然いいし、見てみたいなでもいいです。もう、はいはい、ネットリンク貼ってるかもしれんここ言ってるかも、あ、いいかも、いいかも知れんけども、はいはい、まあ、もし、ね、気になった方の直接聞いてもらえればすぐお伝えするので、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、そしてですね、日浦の方でございますね、はい、まああれです、また上映情報なんですが、はい、上映情報としてはともるがですね6月19日8時45分からちょっと遅いんですけど、うん、ありまして、はい、あとは6月21日に、僕だけのフライミートゥーザムーンと、大きな気になりたい19時30分から、うん、それぞれマテリアルでショートムービータイムで、いつも通りですね、はい、1100円に、ワンドリンクという形でご覧いただけますので、ぜひこの機会にね見に行っていただければなと思うんですけど、6月ちょっとねなんかいろいろなんかマテリアルがパンパンらしくて、うんうん、あのいろいろと入ってるみたいで、ショートムービータイムが少ないという、うん、2回だけという形なんですけども、はい、ぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、ます、そして夢人情報を求めております。はい、はい、ぜひぜひ、俺言いたいねんとか私言いたいねんっていう人がいらっしゃったら、うん、何でもいいです。あの歌とかなんとかでイベントとかじゃなくてもいいんです。あのなんか商品あんねんでもいいし、うん、あのこんなん売り出すねんとか何でもいいんですけど、うん、こんなんやりたいねんでもいいんですけども、いいですね、あの夢人もう夢に向かって何かやろうとしてる向き合ってるっていう方の情報をぜひここで発信したいと思いますので、皆さんぜひ夢人情報ください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。エンディングでございます。やっとたどり着きましたここまで、はい、盛りだくさん、はい、またしても30分超えました。はい、はい、まあ、30分超える番組って言いましょうぐらいじゃなくて、うん、30分超えるぐらい超えるやっぱり濁しはする超えへんかった、今日超えてないやんって言われます。いやそうやね、だから30分ぐらい、たまにでもなんかあの 超えへんやんけって言われてみたいね。そうやね、25分どうしたん調子悪かったんって言われるかもしれない。ネタなかったんかお前らみたいに言われるのはちょっと尺なんですよね。しんどかったんって言われるかもしれない、うんうんうん、全然あの
逆ですよ、しんどいですよ今の。はい、ちょっと本音出ましたけど、はい、まあまあそんな感じでね、楽しくやっておりますけれども、はい、まあ、いろんな情報をね僕ら扱っていきたいと思ってますし、また自分たちの情報もどんどん発信したいと思ってるんですけども、ぜひぜひいろんな方とつながりながら、というかこの 前にも言いましたけど、一番最初の時にも言ったんですけど、皆さんがここで情報を発信してまたそれに返ってきてみたいな、この番組が情報のハブになるみたいな、そんなことやってみたいなと思いますんで、ぜひ、この番組に遊びに来てください。遊びに来てください。だいたい月曜日に収録してます。言ってます、ね、言ってます。2日前じゃん。2日前ちゃうよ。2日前ちゃう。そんな、はい、編集だね。もう俺そんな死んでも。だから、かなり前に収録はしてるんですけど、はい、ぜひぜひ、遊びに来ていただいたら、一緒に情報を流して楽しいことできると思いますので、ジョインしていただければなと思ってます。はい、はい、ということで今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来週。